はい、皆さんこんにちは。東京美容外科の麻生徹です。アシスタントの鈴木です。よろしくお願いします。先ほど美容外科の先生の、うん、まあ、エリート化とかを稼げるかって話をしたんですけど、うん、今すっごいクリニックが多いなって思ってるんですよね、うんうん、その中で今後の将来性はあるんですか、うん、ってところを知りたい。そうね、それはね、よく医学生とかね、お医者さんになった人とかでね、美容外科への進路を考えてる人が美容外科の将来性ってどうですかって聞いてくる人いんねんや、うん、俺は美容外科の将来性はめちゃくちゃあると思うけど、それを聞いてくるドクターの将来性は低いと思います。どの業界でもそうやけど、この業界って将来性ありますかって聞くような人、うん、そいつの将来性はない、まあ、自分で作るか自分で頑張るか、市場を作っていくもんだから、うん、物事はさ、自分で市場を作れないとダメだから、うんうん、で、将来性ありますかって聞く程度の感じなんですよ、うんうん、よし、これでこの分野でトップになってやろうっていう人じゃないわけで、やっぱり物事にはトップ 5% と下位 20% がいるんで、下位に入る人はもう8にも5にもかかりません。じゃあお医者様に限らず、どのジャンルでも、うんうん、まあ、自分次第で成功はできますよってことですよ、うん、この道って決めたらやっぱり不安とか恐れもあると思うんだけど、ここでトップになるっていうの決めないといけないよね、うん、決めないと努力もできないんだよね。何かやろうっていう時にはね、なんかこう緊張してね、こうなんていうのかな、こう批判恐れたり、こんなこと言ったらこんな風に批判されたらどうしようとかね、こういうことを本当はやりたいと思ってるけど、みんなに悪口言われたらどうしようとか、そんなこと思ってたらもう何もできないわけ、うん、何やっても誰かに批判されるし、まあ、僕が大学病院を飛び出す時もいろんな人から反対されたし、特に上司とか。でもね、上司とかみんなね、自分の都合のいいように部下のことを思ってるから、部下一人いなくなったら自分の仕事増えるだけやから、うん、いてほしいですね。いてほしいから引き止めるだけであって、本当に自分の道を自分で切り開こうと思ってたら誰の言うことも聞いちゃいけない。あとなんか途中で挫折したい気持ちになっちゃう時がやっぱりあっちゃいますよね。それを地道にずっと続けてる人がやっぱり成功してるなって最近、そうそうそう、諦めずにあらゆる方向で攻めていって、うん、ずっと強い信念を貫いてる方は強いなって思うんですけど、うん、ほら、僕がさ、バイオリン始めた時さ、うん、こうなると思ってなかったでしょ。思ってないバイオリン買ってきたよって言った時バカなのみたいな目でみんな見てどうしたんだろう、ね、結構いいバイオリン買いましたもんね。そうだよ、で僕がバイオリン買って弾き始めた時にあー先生行っちゃったなみたいな感じでさ、みんなバカにしてさ、確かに弾く音もさ結構ね、すごいことされてます、隣から文句言われたりねでもね、その時から僕がさ、一番最初にバイオリン弾いた日覚えてる？めちゃくちゃ下手くそだったけど、はい、覚えてるでしょ。キーキーなられてましたでしょ。あの、子供の頃にやられたっていうのはあったんですけど、本当にやってたのみたいな、そういう感じです、失礼ですけどそうでしょ。でも僕はゴールを見据えてたわけですよ。そのもう今ではさ、一流のバイオリニストさんみんなお友達だしさ、ああ、バイオリンを通していろんな人脈ができたし、弾くことで喜んでもらえたり、でもその時にやっぱりやるって決めて、もうめっちゃ笑われるだろうなとか、あのバカにされるだろうなとかいろいろあったけど、弾くんですよ、とにかく。あと結構人前で弾いてました。弾いてたでしょ。でそれでいろんなフィードバックがあるわけ、うん、人前で恥かくことを怖がってたら何にも得られない。そこがすごいなと思うんですよ。私やっぱなんかちゃんとできるようになってからって思ってやらないじゃないですか、人って。でもいつできるんだっていうのもあって、できるようにやるときなんか来ないから俺はあの今でもバイオリン弾けないよ。でもあの弾いてと言われたら弾きます、うん、それね、学会発表とかでもそうで、未完成のまま行っていいんですよ、うん、あの先生あんなことを言ってバカだなとか他の先生に言われたくないと思ったらなかなか発表できないけども、もういいんですよ、自分のままで、うん、今の状態ですいません、よく分かりませんって返せばいいわけ。それで教えてもらえたりするわけで、うん、やっぱり人前に出ることをやっぱ怖がっちゃいけないと思う。みんなが通る道やけど、例えば手を挙げて発言するじゃん、学校でも手挙げれない子っている、うん、はいはいって手を挙げていろいろ聞けること、手を挙げれない子は成長しない。やっぱり聞けるってこと大事やし、挑戦してるわけじゃん、手を挙げてね。
間違ってもいいわけや。間違ってもいいから答えてくださいって学校の先生言う時あるやん、うん、でそれはやっぱ生徒の反応とか生徒の理解度を見るために聞いてるわけじゃん。でどんどん進んでっちゃうから、でそれなのにみんなシーンってしてるクラス成長するわけないよね。どんどんわからん問題先生がやりだしてね。コミュニケーション能力すごい大事だから、やっぱりどんどんやっぱ出ていったらいいと思うんです。これ企業経営者も勉強してる受験生も音楽家も、あの家で練習するとか家で勉強してるだけじゃなくて、どん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 出ていかないと。何の話、まあ美容外科に将来性はあるか、そうそう、だからそのジャンルでもあなた次第ですよってことですよね。そういうこと、そういうこと、そういうこと。だから美容外科に将来性はあると思ってるから俺やってるし、うんうん、いざとなれば、あの患者さんが一人もいなくなったら僕は街に出ますよ。捕まえてくる自分で。僕は前捕まえてきてましたよね患者さん捕まえてきます。最近ちょっと忙しいからあれやけど、捕まう活動はしてないけど、してないけど、まあ例えばさ、ここに袋がバーンってあったとするやん、やっぱ気になってしょうがないよね。美容外科医としてちょっと僕はこういうもんなんですけどって名刺渡すよね。まあ怒られる時もあるけどね、失礼なってなる時もあるけど、まあ、東京に出てきた時そうでしたよね。そう、一人も知り合いがいない時はそんな感じで患者さん集めてたし、喜んでもらえるっていうのを信じて。あと入社した社員に会った瞬間にここした方がいいよって結構言ってませんでした、うん、やってた当時はね。今忙しくてないけど結構会った瞬間に離れた方がいいよとか目合った方がいいよとか結構言ってたよね。はい、一人やってあげればその人がどこでやったのってなって、私もやってほしいっていうのにあるからね。一番のマーケティングは手術を一件でも多くやることや、うん、やればやるほど患者さんいなくなる人もいるけどね。あそこでやりたくないって感じそれじゃちょっと腕の方を先に。そう、あの本当美容外科医になって本当に体制したいなと思ったら一件でも多く手術することや、うん、そうするとそれを喜んでくれた人が口コミで現れるから、もうそうすればもうその見込み客の大観覧車が回るから、うん、今までやった人の紹介がこう勝手に来るようになるから、うん、もう僕グラスになると紹介しか来ないから。すごいですよね、うん、SNS であの紹介されまくってますよ、ね、そう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 。なんか普通に口コミと噂の紹介、これがまあ一時としたら、 SNS とか Twitter とかでそういうの、ま、もう回り出したらもっと来るよね、うん、気をつけてほしいのはやっぱり仕込める人もいるからね。仕込みステマみたいな感じ、ステマみたいな病院がなんかこうあの先生よかったよみたいな仕込んでるアカウント、でもそれ見抜けるから絶対、うんうん、鈴木さんが麻生先生に包茎してもらってよかったっていうのは仕込みだなと思ってる人いっぱいいると思う、まあ、いると思うでしょうね。ただなんか私的にはまあそう思われても流れとかそういうのを見てもらえたら結構わからない人が多いんで、その人たちに見てもらったらいい、ね、こんな身近な人でも包茎させるのに10年かかったよ。そうですよね、うん、ま、それぐらい人に信じてもらうというのは難しいなっていう一症例やと思うけど、ね、なんかビビリアなんで痛いんじゃないかがすごい、うん、何回も痛くないよって言ったよね俺。なんだけどやっぱり寝かされて切られるっていうのはなんかね、うん、どうやったらそれをこう一歩踏み出せるようにね。まあいいや、将来性は、はいはい、あります。はい、はい、このチャンネルがいいねと思ったらいいねと、チャンネル登録の方もお願いします。お願いします。